まあ、サガン鳥栖さんもザスパグラマさんも提携させていただいて、まあ、リベンジじゃないですけど、はい、まあ、そうやってかつて入りたかったクラブとね一緒に仕事できてるっていうのは、まあ、ちょっとエモいですね。僕あんまりトークとかがうまいわけじゃないんですけど、まあ、フォワードだったんで、はい、嗅覚がやっぱりあったと思うんですよ。はいはい、とにかくいろんなことにちょっとずつ挑戦してみて、まあ、自分が胸を躍ることでちょっと成功事例を作るみたいなところ、まあ、僕の場合は起業だったんですけど、起業はかなりおすすめです。アズリーナをご覧の皆さん、こんにちは。MC の宮川です。本日はスポーツ業界の本音とリアルという企画をお届けいたします。この企画では、スポーツチームや企業、スポーツ関連の業務に携わっている方に、その仕事に就くまでの経緯や仕事に対する思い、そして学生時代に取り組んで役に立った経験などをお聞きする企画となっております。この企画を通して、スポーツ業界を目指す方へ有益な情報を届けられればと思っております。では、早速ですけれども、本日お話をお聞きするゲストの方に登場していただきます。本日お話をお聞きするのは、この方です。アキッパー株式会社の金谷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お忙しいところお時間いただきまして、今日本当にありがとうございます。ありがとうございます。実は、数年前にもアズリーナでは、記事の方でインタビューをさせていただいていて、はい、そこでは、セレッソ大阪さんとの取り組みですね。そうですね。はい。ちょっとそれから数年が経ちまして、また、この会社としての規模だったり、はい、事業もどんどん拡大してご活躍されているっていうのを拝見したので、はい、ちょっと改めて動画でもお話を伺えればなと思って、はい、今日は、はい、お声掛けさせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、早速入っていければと思うんですけれども、まずですけれども、このアキッパー株式会社がどういった事業を展開されているのかっていうところを改めてちょっとご紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい。アキッパーがやってることはですね、そのアキッパという駐車場予約アプリをやってるんですけども、例えば、スタジアムの周辺とかの駐車場をですね、こう、まあ、1日単位とかで予約できるようにしたサービスになります。で、そのどういった駐車場かというとですね、もちろん、その J リーグクラブとかが準備した駐車場とかもあるんですけども、まあ、それというよりも周辺に住んでいる方々の、例えば持っている個人宅の駐車場で使っていなかったり、あと月決め駐車場だけど契約されてない車室があったり、あとは空き地があったりするんですけど、そういうところをシェアしていただいて、そしてまあそこを使いたい人が1日単位でアプリで予約して使えると。そういったサービスを運営しております。個人的になんですけど、自分も昔から地元が長野なんですけど、はい、昔から J リーグを見ていっていて、はい、その駐車場問題っていうのは、はい、実際に家族で車でスタジアムに行って、そもそも駐車場自体が用意されたものがなかったりとか、はい、出るのにすごい時間がかかったりとかっていうのを、なんか実体験として感じていたので、はい、で、実際に松本のエリアでも、はい、そうですね。はい、あって、何回か活用させていただいていたので、山賀さんの時ですね、はい、おそらく。そこがすごい、なので、ちょっと今日も、はい、この後、いろいろなクラブさんとの取り組みだったり、はい、展開というところもお聞きできればと思っているので、はい、はい、楽しみにしております。よろしくお願いします。では、ちょっと過去に遡って、はい、そこからお話をお聞きできればと思うんですけれども、もともとは、サッカー選手としてプロを目指されていたというところですね。そうですね。ちょっとその当時のエピソードだったりとか、はい、というのをお聞きしてもよろしいですか。はい。ずっと子供の頃から、もうとにかくサッカー選手になりたかったので、まあ、全然勉強もせずずっと、まあ、年間364日、元旦以外は基本サッカーをしていたというところです。で、まあ、高校3年生の時に、まあ、大阪選抜候補に入って、で、まあ、偶然こう、サガン鳥栖さんの練習生ということで、練習参加させていただいたんですけど、まあ、まだまだやっぱり実力も不足していて、プロ契約できなかったんですね。ただ、なんかすぐにこう、プロになりたいという思いがすごく強くて、大学に行くっていう選択肢もあったんですけど、大学にも行かず、関西サッカーリーグのクラブに所属して、まあ、関西リーグで戦いながら J リーガーになることを目指すということをやってました。ただ、まあ、その途中で、まあ、起業に興味持つきっかけとかもあって、まあ、最終、まあ、同じ年の人たちが大学を卒業するタイミングでプロにならなければ、まあ、区切りをつけようということで。で、最後、ザスパ草津さん、まあ今でいうザスパ群馬さんの、まあ、チャレンジャーズチームの練習生になって、そこで、ちょっと契約できてトップチームに行ければなと思ってたんですけれども、最初そこで契約できなくてですね、それで引退して、22歳で引退したんですけども、24歳で会社を作ったと。そういった形になります。結構いろいろな地域、エリアで挑戦をされていて、今、はい、お話の中にもあったんですけど、その起業をすることを決めたというか、起業を意識したきっかけがあったっていうお話があったんですけど、はい、ちょっとそこを詳しく聞かせていただきたいんですけれども。はい。僕、その関西サッカーリーグでプレーしている時って2クラブでプレーしたんですけど、はい、どちらももちろんアマチュア契約で、やっぱりアルバイトをして生きていかないといけないというところだったんですけど、僕は本当、アルバイトが全然できなくてですね。例えば、ファーストフード店とか、はい、あとアイスクリーム屋さんとか、いろいろ働いたんですけど、もう仕事ができなさすぎて、もうシフトどんどん入れてもらえなくなっていくんですね。で、お金がとにかくなくてですね、遠征費とかも出さないといけないときは、親に借りたりしてましたけど、偶然当時付き合ってた彼女と、大阪の天王寺というところでですね、こうデートして帰り道に、もう財布の中身がもう200円ちょっとしかなくてですね。もう限界ですね。限界ですね。で、電車賃大体2人で450円かかるというところだったんですけど、彼女も財布を持ってきてないというところで、もう帰れないって状況だったんですけど、雨が降ってきたんで、そのアポロシネマっていう映画館のあるビルにこう入ってですね、雨宿りをしてたら地下に100円均一で傘が1本100円で売ってたんですよ。これ今雨降ってきたから絶対、そうですよね。雨に濡れてる人に売れるんじゃないかということで、ノートに1本300円で掲げて、その100円で傘を買って、掲げたら一瞬で2人組のサラリーマンの人、サラリーマンかわかんないですけど、スーツを着た人が買ってくださって、で、2本買ったんで、200円が600円になったんですよ。その時に、これ商売ってなんかめっちゃ面白いなと。自分って営業みたいなことは得意なんだなって、その時気づきまして、そこからこう営業のその、完全歩合制の営業をやってみて、めちゃくちゃ取れるなと思ったのと同時に、ビジネスに興味を持って、その当時ライブドアの堀江さんとか、あと栽培データの藤田さんの本を読んで、起業自分めっちゃ向いてそうだなっていうふうに思って、それで個人事業主としてサッカーしながら生きてたというところなんで、サッカーでもう区切りつけたらもう絶対起業するって決めてました。そうだったんですね。はい。その傘を売ろうって思った瞬間があるわけじゃないですか。はい、もうそこは、もう、パンとひらめいた感じだったんですか？その100件を見て。そうですね。その前に、おそらく、どっかでですね、コーラとかの自販機あるじゃないですか。はいはい、あれがなんか、高いのをどっかで見てたんですよね。その150円か200円か。はい、なんか場所によって価格が違うっていうのが分かってたんで、なんかそういうのも繋がって、ひらめいたって感じです。いや、すごいですよね。その大逆転じゃないですけど、結構もう本当にギリギリの状態だった。本当、常にギリギリの状態でしたね。そこから、自分が営業に向いているなっていうところで、企業の営業職に就いたっていう形。個人事業で、サッカーしながら個人事業で営業のその代行、っていうのをこう完全倍でやってた時期があって、で引退してまた勉強のために1年半だけ企業に勤めたことがあるんですけど、その後は自分で24歳から会社を作って、で24歳からこの会社をやってるんですけど、最初の3、4年はもう営業代行の会社としてやってました。ちょっとその起業をしてからの話も入ればと思うんですけれども、最初は営業代行の授業をされていた。そうですね。で、ちょっと起業するにあたって、なんかそういった知識だったりとか、なんていうのは、もともとその個人でやってらっしゃったところから、勉強というか、ちょっといろいろ調べて準備をしていたっていう感じ。そんなに準備してないですね、正直。会社の作り方みたいな本を買ったぐらいで、特には。もうあとは自分の強みを生かして、やろう。そうですね。とりあえずやってみようみたいな感じですね。なので、1年目は、どうやって、決算をすればいいかも分かんなかったぐらいで、必要に迫られたら調べていくっていうことをやってましたね。最初は何人でスタートされた？最初は一人でスタートして、1年目にたまたま飲み会というか、当時で合コンですね。で、知り合った女性2人にアルバイトで最初入っていただいて、で、テレアポをしていただいて、同級生、社員で迎え入れたり、高校のサッカー部の後輩を社員で迎え入れたりして、まあ最初は1年目は5、6人でしたかね。なるほど。どんどん輪が広がっていったっていう、ね。そうですね。はい。なんかご自身の中で、その営業の、まあ、コツじゃないですけど、はい、なんかどういった部分で自分はいけるなとか、なんかどういった部分を手応えを感じてたみたいなところって。ああ、そうですね。僕、あんまトークとかがうまいわけじゃないんですけど、まあ、フォワードだったんで、はい、嗅覚がやっぱりあったと思うんですよ。はいはい、その嗅覚は、はい、結構合ってた。合ってて、どんどん提案も取れて、訪問したら契約も取れて、はい。すごい。なんかそういうノウハウを一緒に入られた方にもいろいろ伝えつつ。まあそうですね。ノウハウも伝えつつ。あとはなんか、宗教法人とかかけてましたね。やっぱね。まあ確かに言われてみると、はい確かに穴、まあ、言い方があってるかわからないですけど、はい、穴場というか。そうですね。ブルーオーシャンを見つけてたというところだと思います。なるほど。ありがとうございます。はい、まあ、そういった形で最初営業代行をスタートされて、はい、そこから駐車場のそこに目をつけていく。はい、これもそこに事業を切り替えたきっかけといいますか、はい、なんか狙いはどういったところにあったんでしょうか。そうですね。2009年の24歳の時に会社作って営業代行をやってたんですけど、資金がやっぱり結構こうなくなって、もう払う給料がないみたいな状態で、知人からお金を借りて給料払うみたいな苦しい時期があったんですけど、その後、ある程度こう資金を調達できた時に、その資金を減らさないために、みんなでこう営業めっちゃ頑張って、営業数字ばっかり見てたんですけど、そうするとなんか無理な営業とかもさせてしまって、結構こうクレームをいただくことが営業代行の中で多かったんですね。で、その中でやっぱ自分たちのやってることって世の中のためになってないなと、まず思いまして。で、まあ、それで共同創業者といっても、その株式会社になった時から役員のこのサッカー部の後輩から、この会社ってこう理念みたいなもんがないですよねと。まあそういうのないとちょっとやっていけません的な感じのことを言われた時に、まあちょっと自分で理念をこう考えてたんですけど、まあその時に偶然こう出張結構長かって帰ったらですね、電気止められちゃってたんですね、僕。またここも結構ピンチな。ピンチですけど、ね、まあ単純にその日は寝るんですけど、やっぱり携帯の充電もできないですし、テレビのね、見ることもできないと。全部止まっちゃうんで、はいまあそうなると、やっぱこう、電気ってやっぱすごいなと思ったんです、まず。電気がないとね、やっぱ生活もできないなって時に、電気みたいな必要不可欠なサービスを作ろうということで、なくてはならぬサービスを作るっていう、こう、なくてはならぬを作るっていうね、経営理念にしたんですけど、まあそこからなくてはならぬってイコールやっぱり世の中の困りごとを解決することって定義づけて、はい、当時の社員全員で200個壁に困りごと書いていったんですよ。もう身近なところから。身近なところから。まあ、それで、まあ、一人の女性社員が書いたのが、まあ、駐車場現地に行ってから駐車場と知るため困ると。まあ、確かになということで、まあ、僕もサッカー見に行った時、長いですね。今でいうヤンマースタジアム。まあ、そこの周辺で、やっぱ日本代表の試合の時とかに、駐車場なくて、月候補遅れたこともあったんで、はいはいまあ確かにそうだなと思ったのと同時に、やっぱりこう、個人宅とか月決めのその契約されてないところとか、あとマンションの駐車場とかって空いてるよねってなって、まあ、そういったところをスマホで予約できるようになればいいんじゃないかということで、2014年に空きっぱを開始したということになります。すごいですね。なんかこれまでいろいろなことに挑戦されるきっかけが全部身近なところの困りごとだったりとか、はい、なんか自分が経験した窮地のタイミングで、はい、そうです。すごいですね。なんか当時そこのいろいろ困りごと出した、はい、で200個もあればいろいろな困りごとが出たと思うんですけど、ありましたね。なんか他に何か候補だったりとかってあったりしたんですか？結構たくさんあって、例えば本当に面白いかわかんないですけど、ゴルフ始めたいけど始め方がわかんない、コースデビューの仕方がわかんないみたいなところがあったんで、逆にじゃあゴルフめっちゃ得意だけど、まあ、コース代金もったいないと思ってる人と2対2でマッチングしようということも考えましたね。まあ、ゴルフうまい方々は、タダでコースを回られる2人。で、ゴルフの初心者の人は、相手分のコース代持たないといけないけど、教えてもらいながら回れると。4人で回るっていう、そういうマッチング、ね、はい、をやろうと考えたり、まあ、いろいろしてましたね。確かにそこの需要と供給がしっかりあって。はい、そうです。面白いですね。ありがとうございます。ここからは、はい、事業がどのように拡大していったのか、はい、拡大させていったのかっていうところをお伺いできればと思うんですけれども、はい、かなり最初はご自身もまさか駐車場の事業をやると思わなかったっていうところで、はい、なんかどこからスタートすればいいのかっていう部分から始まったのかなと思うんですけど、はい、最初の第一歩、はい、どこからスタート事業を始めていたのかっていうところをお聞きしてもよろしいですか？はい、そうですね。まあやはりもう駐車場がないとサービスとして成り立たないと思ったので、まずはやっぱ得意な営業で、まあ、街をこう自転車に乗って駆け回ってですね、看板を見つけ、月決め駐車の看板を見つけたら、電話をして、ちょっと近くにいるんですけどって言って訪問して、空いてるとこあったらちょっと出してもらえませんかと言って、そしてどんどんこう登録していただくってところがまずスタートで、それで半年で700箇所ぐらい、取りまして、はい。まあ、それで時間貸しできる駐車場を増やしたのと同時に、まあ、アキッパ始まった時って実は正社員のエンジニアが一人もいなかったんで、あ、そうなんですね。はい。それを作ってくれる人を探して、うん、まあ、一人、こう、フリーランスの業務委託の方に来ていただいて、まあ、それで一緒にこう、半年かけて、開発していくってことも同時にやってましたね。どのあたりで、これはいけるなとか、はい、手応え、波に乗ったなって思った瞬間とかって覚えてたりしますか？そうですね。まあ、2016年の頭ぐらいに、まず大阪ドミナントっていうのをやったんですよ。はい、大阪で、環状線の内側に、こう、まあ、東京でいう山手線ですよね、の内側に、もう集中的に250メートルから500メートル四方に一つ駐車場を作っていくってことをやって、そうすると、なんか使われ方が一気に変わったんですよ。駐車場がたくさんあると、ユーザーが増えて、使われて、ユーザーが増えて使われるから、またこう、オーナーさんも増大するので、駐車場が増えるっていうサイクルをちょっと見つけたんですね。うん、まあそこで、あ、これ全国に展開したら、結構、すごいことになりそうだなというふうに思ったというところですね。そこも割といい循環を見つけて、はい、それをどんどん大きくしていったっていう。そうですね。はい。いや、すごいです。ここのエリアだけ、こう、大阪だけでも黒字化にできれば、あとはこれをいろんな都市に展開するだけだというところだったので。はい。なんかまずは大阪でスタートされて、そこから全国広げていきたいという思いはあったと思うんですけれども、はい、なんかそこの戦略といいますか、ビジョンみたいなところは当初どういうふうに思い描いてたりとか。そうですね。やっぱりこう、一番はどこで一番駐車場が使われるのかっていうのを調べたところですけど、やっぱりこう、首都圏ですよね。が一番駐車場の利用っていうのが多くて、やっぱりこう、首都圏にいかに展開できるかってところと、あとやっぱり名古屋、福岡ってところも、まあ、利用が見込める場所なんで、そこに、まあ、どう展開していこうかということで考えましたね。はい。ありがとうございます。ちょっとここからスポーツとのまた関わりっていうところもお聞きできればと思うんですけど、はい、まあ冒頭にもありましたが、J リーグクラブの試合ので駐車場問題が結構あるというところが、はい、今もあると思うんですけれども、はい、なんかそこの前提として、もともとじゃあサッカー選手、プロっていうところを断念したところから、はい、サッカーだったりスポーツに恩返しといいますか、はい、もう一回関わりたいという思いはもともと持っていらっしゃった。そうですね。もともとはありましたけど、それ考えすぎるとですね、実は結構大変で、はい。なので、なかなか、まあ、サッカーの、まあ、一回ニュースサイトを作ったりしてみたんですけど、まあ、それは、まあ、御社みたいにうまくはいかない。御社はすごいと思うんですけど、僕らはうまくいかなくて、まあ、それで、ちょっと、サッカーナウっていうね、ニュースサイトは、2016年に終了したり、はい。チャレンジをしたんですけど、難しかったです。はい。そこで駐車場のビジネスに入って、はいはい、今ではもうかなりのチームさんといろいろな提携をされて、取り組みもしてされると思うんですけど、ね、はい、最初はどこのチームさんとされた？まあ一番最初は、セレッソ大阪さんですね。なんかそこのきっかけっていうところも、ちょっと改めてお伺いしてもよろしいですか？はい、そうですね。はい。まあそれは、まあ僕のアンダー15の時の、まあ飲み会、先輩後輩の飲み会があったんですけど、まあそれに先輩から来てほしいと言われて、まあめんどくさいですけど、一応行きましたと。はい。そしたらまあ、被ってないんですけど、結構こう下の後輩がセレッソさんで働いてたというところで、で、まあ話してると結構なんか駐車場の課題ありそうだなと。で、実際に見るとですね、まあ、うろつき運転といいますかね、駐車場がなくてこう、はい、探してる車もありますし、まあ、結構駐車場満車になるというのが分かって、まあ、これ空き場だったら結構簡単に解決できそうだなっていうのがまずありましたね。なんかそこの最初のアプローチといいますか、はい、これを提案した時のクラブさんのリアクションだったりとかっていうところって何か覚えていらっしゃいとしますか？そうですね。もうそのフロントにその後輩が立ってくれてたので、まあなんかそんなにハードルあったのかな、なんかちょっとあんまり覚えてないですけど、はい。まあそこまでなんか悪い反応はなかったと思いますね。はい。ありがとうございます。はい。あとはスポーツ業界とまたこう月日が経って、はい、また接点ができてっていうところ、はい、そこのなんか喜びだったりとか、なんか感慨深いものあったのかなと思うんですけど、はい、なんかそこについては改めてサッカーとつながることができたっていう瞬間の、はい、金さん自身の感情というところはいかがでしたか？わあ、それはもちろんあります。今おそらくサッカーでも15クラブ以上 J リーグのクラブさんと連携させていただいてますけど、まあ、やっぱりまず僕セレッソ大阪さんにまず入りたかったんですよ。ずっと。もともと。はい、もともとね、はい、サポーターでもありましたし、子供の時から入りたかった。まあそういうセレッソさんと提携したというのも一つと、あとやっぱりこうサガントスさんとザスパ群馬さんは、はい、練習生になったけどダメだったと、ね、関わりが深いチームですね。ですけど、まあ、サガントスさんもザスパグラマさんも提携させていただいてというところで、まあなんかまあ、リベンジじゃないですけど、はい、まあ、そうやってかつて入りたかったクラブとね一緒に仕事できてるっていうのは、まあ、ちょっとエモいですね。エモいです、はい、すごい運命といいますか、つながった。はい、なんかそこで多分クラブの方もびっくりされたと思うんですけど、はい、なんかそこは例えば、サガン鳥栖さんだったり群馬さんのところのつながった瞬間、そこのは紹介とかでつながったっていう、まあ、そこはですね、実は弊社のそのスポーツクラブの提携責任者の大塚が取ってきたんですけど、まあ、その後にそのザスパさんだったら、まあ、当時の社長とその前橋市役所でこうイベントで一緒に登壇させていただいたりですね、はい、まあそういうのはだって感じですね。はい。いや、感慨深い。感慨深いですね、そこは。もともとご自身が思いが深かったところ、なんかそれもすごいストーリーがあるなと思って、そうですね。すごくいいなと思っていました。はい、ありがとうございます。あとは、まあもともとは大阪、あとは首都圏っていうところの、はい、からスタートされて、今では群馬もそうですけど、地方だったりとか、はい、あとは郊外のところにもどんどん展開されてると思うんですけど、はい、なんか首都圏と郊外での、まあ、課題感の違いだったりとか、はい、なんかそこのギャップみたいなところも聞いてみたいなと思うんですけど、はい、実際に事業を展開されていく中で、はい、なんかそういった部分は感じたりとかされましたか？そうですね、まあ、首都圏でいうと課題としてあるのは料金の高さなんですね。はい、なので例えばもう天井のない一日何万円もする駐車場が、はい、例えば銀座とかあるんですけど、そういうところに空きっぱがその明朗会計で一日数千円で止められる。まあそこを予約できるっていうのはまず一つの価値としてありますと。で、一方でこう地方の課題っていうのは、なんていうんですかね、もうそもそもこう駐車場が、まあない場所が多いんですよ。コインパーキングがない場所。これなぜかというと、そのコインパーキングってその生産機を数百万かけて作って設置するんですね。もうそうすると、まあ、サッカーって月に2回ぐらいしかないじゃないですか。そうですね。その生産機の投資を回収できないんですよ。確かにその規模はなかなか大変ですね。そうなんですよ。なので、はい、まあそういう意味では空きっぱって別に1円もかけずに駐車場をデジタルで作ってるんで、まあ、そこをリアルで利用できると。まあ、空きっぱだったらいくらでもこう駐車場を増やせるんですね。まあ、例えば、町田ゼルビアさん J1 に昇格されましたけど、はい、やっぱ駐車場500台ぐらい足りないとご相談いただいたんですね。はい、そんな時に立体駐車場を作るんだったらどれぐらいかかるかというと、10億円とかかかるんですよ。すごいですね。すごいかかるんですね。かかります。500台の立体駐車場はめちゃくちゃかかるんですけど、はい、その建設しなくても、僕らもう周辺に、600台、取りましたんで2ヶ月で眠ってます。眠ってます。はい。なので個人宅から空き地からそういうところを取ってきたというところで言うと、まあ、地方はやっぱり駐車場がそもそもコインパーキングがないっていう課題、そこをまあ解決できるっていうのがあるかなと思ってるので、まあ、ちょっとニーズは違うのかなと思いますね。今町田ゼルビアさんのお話がありましたけども、はいはい、やっぱりカテゴリーが変わったりとかすると、はい、一気にそこの動線だったりとか、はい、集客に合わせての、はい、一緒に課題が出てくると思うんですけど、それも結構クラブさん側からご相談を受けるっていうケースも多い。そうですね。もう最近は結構クラブさんから直接お問い合わせいただいてやりますし、あとはやっぱり J リーグクラブさんもスタッフさん同士って結構つながってるんで、まあ、解決してるクラブさんからこうご紹介いただいて始まるとかもありますね。まあ、やっぱりこうカテゴリー変わると、やっぱりそのアウェーのサポーターの数が違うんですよね。まあ、例えば今までこう J2 で戦ってたクラブが J1 行くと、まあ、浦和レッズとかアウェイサポートとして来るわけなんで、やっぱ全然こうニーズが変わってくるんですよね。数千人単位で観客が増えたりとかしますもんね。はい、まさに。町田さんのその例がすごく面白いなと思っていて、はい、そこのパッと2ヶ月で600台確保できたっていう時に、はい、なんかクラブさんのリアクションとか、はい、なんかびっくりされたんじゃないかなと思うんですけど、そこはコミュニケーション取ってる中で、はい、どうですか？もうそうですね、自信があって提案して、まあそうですね。もともとまあそのおそらく300台とかを目標にされてたんですけど、はい、まあどれぐらい取ったらびっくりするかなぐらいの感じで取れることは分かってるんで、僕らとしては、まあ、とにかくじゃあそれ以上取ろうということで、まあ結構まあ驚き、そして喜んでいただいたというところだと思います。ありがとうございます。はい。ちょっと今後はまた、まあ、駐車場のその課題解決っていうところから、はい、またチーム数も増えていろいろな取り組みの可能性が広がっていくかなと思うんですけど、はい、なんか今後に向けてちょっとスポーツとの関わりってところにちょっと絞って、はい、なんかどんなことを展開していきたいなとか、今後のビジョンっていうところをお伺いしてもよろしいですか？はい、はい、そうですね。まあ、やっぱりどんどんこう J リーグのファンの方々もこうライフステージが変わってくると言いますかね。最初はやっぱりこう、ご夫婦がそのカップルの時に2人で行ってましたみたいな人が、お子様生まれて、やっぱりこう、なかなかこう、車じゃないといけないとか、そういう方々も多いんですよね。でもやっぱり駐車場がこうないっていうところがあったりしたんで、やっぱりこう、なんかチケットを取ってから駐車場あるかどうかっていうんじゃなくて、やっぱりチケットと駐車場同時に予約できるみたいな。はい、まあそういったことは何らかの形で実現していきたいなと思ってますね。まあ駐車場ないんだったら行きませんみたいな人もやっぱりいると思うんですよ、今は。まあそういったところをどう、はい、乗り越えていくからというところで、まあキッパだったらできることがあるかなと思ってますね。もったいないですもんね。もったいないです。駐車場、まあ確かに車で行く方も多い中で、はい、そこが理由になってしまう。そうですね。例えば今回私たちこう、阿波踊りさんと組んで、阿波踊りの時に3カ所の駐車場をこう予約制にして、まあ、使えるようにしてるんですけども、まあ、その時にやっぱりこう、阿波踊り行ったことないけど、駐車場を予約できるんだったら行こうかなと思うわけなんですよね。まあ、これサッカーでも同じことが言えると思っていまして、まあ、駐車場あるなら、じゃあ一回サッカー見に行っていこうかと。まあ、新規ファンの人を増やせると思うんですよね。やっぱりJ リーグってこう、どんどんこう、レベルもね、上がってると思いますし、はい、あと、まあ、工業としてのね、結構こう、面白さみたいなところも、やっぱエンタメとして進化してると思うんですけど、やっぱりこう、まず一回来てもらう必要があると思っていて、ね、はい、まあ、それは無料チケットで来てもらうこともあると思うんですけど、やっぱりこう、アクセスの良さ悪さっていうのはあると思うんで、アクセスが、じゃあ充実するにはどうしたらいいかというと、やっぱり駐車場があるっていう安心感、まあ、もたらさないといけないって思ってるんで、まあ、そういった点で、貢献していければなというふうには思ってますね。確かに気軽に行けるっていうのは、はい、そうですね。初見の方にとっては大きなところですね。はい、とても大事だと思います。はい、ありがとうございます。今ちょっとサッカーを中心にお話を伺ったんですけど、はい、ちょっと入り口のディスプレイ見させていただいたら、はい、茨城ロボットさんのロゴも、ね、はい、あったりとか、はい、なんか他の競技、例えばバスケであれば、はい、まあ今後プレミアとか、はい、アリーナ、新アリーナだったりとか、はい、そういうところ活発になってますけど、他の競技の展開だったりとか、はい、現状の取り組みみたいなところもちょっとお伺いしてもよろしいですか？そうですね。B リーグさんはまさにワールドカップ以降、盛り上がり見せて、あとやっぱりプレミアに昇格するには、はい、まあ、観客数の確保っていうのが必要で、うん、今やっぱりどんどん観客が増えてる中で、やっぱり駐車場が足りないから集客できないっていう声がいただいているので、まあ、今、10クラブ以上、B リーグさんも組ませていただいていて、まあ、そこで周辺にどんどん開拓するってことをやっておりますね。なので、まあ、ロボットさんだけじゃなく、優勝したドラゴンフライズさんとか、まあ、様々なクラブさんの、はい、駐車場のお手伝いはやらせていただいております。まあ、他にも野球で言うと、東北楽天さんとか、はい、もう一緒にやらせていただいてますね。はい。ありがとうございます。やっぱりこの、まあ、去年に、群馬クレインサンダーズさんの、はい、赤澤社長をアゼリーナでもインタビューさせていただいたときに、はい、新アリーナを、はい、結構市をまたいで移動するってなったときに、はい、なんでそこに移動したんですかっていうのを聞いたら、はい、やっぱり駐車場がないと、そうですよね、作っても意味がないとか、はい、作っても駐車場がないから試合見れなかったっていう人が多かったっていうのをお話しされていたので、やっぱりそこの課題はすごく根深いというか、はい、集客に直結するのかなっていうのを今ちょっとそうですね。やっぱりロボッツさんも駐車場結構あるんですけど、まあそれでもやっぱりこう観客が増えて、その公式駐車場だけでは足りないってなって、まあキッパで数百台また増やしたんですけど、やっぱりこう組み合わせですよね。新アリーナに移動して、それでまあ駐車場はあるけど、そこの駐車場では次満車になったら、じゃあキッパでさらに周りを開拓しますってことで、クラブさんからしたら、1円もかけずに駐車場を増やせる、そうですよね。大きいですよね。存在なんで、僕らは。はい。まあ、そこは、もう、スポーツをやってきた人間としては、味方であり続けたいなと思ってますね。ありがとうございます。はい。ちょっと締めの方に入っていければと思いますけれども、はい、やっぱり今お話を伺っている中でも、はい、このスポーツ、競技の成長と、はい、でそれに伴って集客がこう一緒に伸びていく。はい。で、それの本当に課題だったりとか、はい。現状と常に向き合うビジネスをされていると思うんですよ。で、ねはい、で実際にそういった業界、スポーツ業界、クラブさんと向き合う中で、なんか日本のスポーツのこの成長曲線っていうところ、はい、この、まあ、10年とかで、なんか実際に向き合う中でどのように感じていらっしゃるのかなっていうのをちょっと現地の生の現場を見ている金谷さんの視点からちょっと伺いたいんですけど、はい、日本のスポーツの成長曲線っていうところを、どうに感じているかお聞かせいただけます。はい、ありがとうございます。まあでも私たちの場合はもうサポーターの方々、ブースターの方々をまあスタジアムに届けるというところだけなんですけども、やはりすごい需要は高まっているということは、まあおそらくこうなんていうんですかね、まあプロ野球でもそうですけど、観客数というのはどんどん今増えていく傾向にあると思ってますというところ。なんですね。やっぱりこう、まあ、関西で言ってもオリックスさんが、もう過去最高の、今、ね、はい、集客数ですし、はい、阪神タイガースも、もう9月ぐらいまでほぼチケット取れない状況だったりもするんですね。まあ、やっぱりこう、野球でそういったことが実現できているんですけど、世界で見ると、やっぱりサッカーっていうのはですね、まあ、もっとポテンシャルがあるもんじゃないかなと思っているんで、まあ、野球も素晴らしいですけど、やっぱりこう、サッカーの部分でも、まあ同じような人気になっていくお店は十分あると思うので、やっぱりこう J リーグのクラブが強くなるっていうのはすごい重要だなと思ってますね。やっぱヴィッセルさんももともとあんまり人気のあるクラブではなかったですけど、やっぱりこう補強して強くなって優勝するということで、やっぱ人気クラブになってますし、まあなんか、まあ、海外移籍が当たり前になってますけど、日本のリーグ自体が、本当にプレミアリーグとかに、スペインリーグとか超えていくような、こう、リーグになることを目指すことが結構重要だし、そこにすごい伸びしろがあるんじゃないかなというふうには、もう本当に旗から見て思ってますね。うん、全然お客さんの動き方が違うっていうのは見てるので。そこがまた需要が高まっていくと、秋っぱさんの出番だったり。そうですね。そこはあると思います。まあ、デジタルの対応という点ではあると思いますね。野球場に今行ってもキャッシュレスで食べ物を買えたりもしますし、まあ、全部ね、チケットも予約できたりもしますし、やっぱりなんか古臭いものからすごいこう、現代のものにこう対応していってたりもしますよね。もうキャッシュレス専用だったりもしますし、モバイルオーダーペイもできたりもするところもありますし、やっぱりこうデジタルに対応することで、こう、新しく若い方々も来るっていうのは作れていくんじゃないかなと思ってますね。かなりチームさんによっては球場内はキャッシュレスのみっていうチームも出てきてるところもありますもんね。はい、やっぱりそこは時代に合わせてより便利に、より便利になると。やっぱ体験をこうデジタルで開けるっていう意味ではトイレの混雑状況をね見れるとかも大事ですし、はい。とにかく負をこう解消していく。まあ、駐車場もそうですけど、やっぱりこう課題があればデジタルで今解決できるので、まあそれをやっていくと、まあ試合そのもののレベルとかもあるかもしれないですけども、まあそのスタジアムとしての全ての体験、まあ、ここを変えていけるんじゃないかなと、すごい思いますね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと最後に、今回の企画が、はい、まあスポーツ業界を目指す方への、ちょっとメッセージっていうところも込めているような企画になっていて、はいはい、金田さんはもともと選手から、はい、でそこをちょっと一旦離れて、はい、でまた戻ってきたっていうキャリアだと思うんですけれども、はい、今、まあ、ちょっと間接的ではありつつも、はい、スポーツと関わっている金田さんから、はい、なんか今どうしようかなっていうキャリアを選手で行こうか、はい、それともここ諦めて別の道で行くのか、はい、でもしくはそのストレートでスポーツ業界に行くのか、はい、遠い回りするのかっていう、はい、結構いろんな議論があると思うんですけど、はい、今いろいろな経験をされてきた皆さんから、はい、なんかそういったちょっと悩んでる方とか、はい、目指してる方に向けてメッセージだったりアドバイスいただいてもよろしいですか？はい、そうですね。やっぱりスポーツをやってきた方々ってこう、まあ、本当に終了間際の逆転勝利だったり、はい、まあ、エキサイティングな環境に身を置いてきているので、ほとんどの仕事を楽しいと感じられないと思うんですよ。なるほど。はい。はい。でもやっぱりこう、その中でも僕もやっぱりいろんな仕事をして、まあある時傘を打って、これはエキサイティングだと、こう胸を躍ったわけなんで、とにかくいろんなことにちょっとずつ挑戦してみて、まあ自分が胸を躍ることで、ちょっと成功事例を作るみたいなところ。まあ僕の場合は起業だったんですけど、起業はかなりおすすめです。そういう意味では。で、まあ僕も資本金5万円からスタートしているものの、まあ今ではね、400万人の会員のいるサービスをやりつつ、数十億円の売り上げにはなっているので、まあやっぱりこう、情熱持ってできることは、そのやっぱスポーツと同じように情熱傾けられるものだったら、すごいこう、パフォーマンス発揮できるはずなんで、やっぱりこう、なんていうんですかね、まあアスリートとしてやってきた資産っていうのは、その情熱の出し方とか、こう、努力の仕方だと思うんで、まあ、それを発揮できる場所っていうのは自分のモチベーションが高まる場所しかないと思ってるんで、まあ、とにかくその場所を見つける努力を、まあやっぱりなんか一つのことを知ってすぐにやめたみたいなのだったら周りに叩かれることもあるかもしれないですけど、まあ、そんなことはどうでもよくて、やっぱり自分の中で胸躍ることを、はい、ぜひ見つけていただきたいなというふうに思っております。今日はちょっといろいろお話をお聞きしてありがとうございました。今後の展望も今お聞きしたんですが、はい、上さんによると、はい、書籍をまた出されるというところで、はい、今回どういった内容になっているのかちょっとお聞きしてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。まあ僕ずっと起業した時に、まあ最初ギャラクシーエージェンシーっていう会社名でやってたんで、20代社長ギャラクシーのジャイアントキリングっていうブログずっとアメブロで書いてたんですけど、まあ、今回まあ、この15年間のこう起業したところからどうやってサービスを作ったかっていうところを本を出すことになって。出版社さんから来た名前が、番狂わせの起業法ということでですね。まさに。まさに、なんか、まあ当時は何もなく積み上げていってましたけど、まあ今回そういうタイトルで本を出せるっていうのはとても嬉しくて、まあ7月31日発売で全国の書店に置かれますんで、はい。多分この動画が公開される頃には、はい。発売中。そうですね。発売中になってると思いますので、はい。リンクを貼っておきますので。ぜひ、はい。チェックいただければと。どうやって、はい。資金5万円から400万人のサービスを作ったか書いてますんで。はい。本当に、下克上じゃないですけど、はい、ジャイアントキリングの一部を、はい、市場を。そうですね。皆さんにもぜひ、改めて、こう、社会で、ジャイアントキリングを起こしていただけたらなと思ってますんで。まだこの収録の時は、はい、まだ出てないので、まだ出てないんで、ちょっと発売楽しみにして、はい、読ませていただきます。はい、ありがとうございます。改めてになりますが、はい、今日はお忙しいところ、ありがとうございました。ありがとうございました。